刑事さんよ、俺は一体どんな罪になるんだい。なんだよ、なんだよ、触んなよ、触んなよ、なんだよ。俺は何もやっちゃいねえんだぜ。ハイタオ君、君の背中に張り付いたクオンジ巻きを当分離れないだろうから注意することね。言ったろ、呪いは脳に仕掛ける次元爆弾だと。人を呪わば穴二つ、愉快なもんじゃない。来るな、来るな。12年前、学生だった藤野真紀夫は当時15歳だった久遠寺京子さんに恋文をしたためた。そしてここにいる関口辰巳に届けてくれと頼んだ。だが手紙は届かなかったのです、京子さんには。涼子さんだったんだ。君が手紙を渡した相手は。京子さんの名はこの字が正しい。だがおそらく手紙の宛名はこう書かれていた。京子と聞いて京都の京を思い浮かべるのは自然だ。字面からすればそれは涼子という文字に極めて近い。婿入りして初めて牧雄氏は気づいたのです。自分が京子さんの京の字を取り違えていたことに。バカな詭弁だ。昭和15年9月16日君がここを訪れたのは久遠寺家最後の家族旅行で、箱根の千石楼という宿に記録がある。質問があります。箱根ではいつもどちらの宿。宿泊客は吉近、菊野、京子の3名。久遠寺の館にはその日菅野と涼子さんしかいなかったんだ。あなたなの？遊びましょう。京極殿、僕は。黙ってろ関口、君にはその責任がある。停電か。おい、ろうそくを持ってこんか。青木、懐中電灯持ってこい。真紀夫氏は相引き相手が実は涼子さんだったとは夢にも思っていなかった。結果涼子さんは手手な仕事して彼の子供を見守りました。そうですね。あの子の父親がまさか真紀夫だとは。涼子本人にも妊娠の自覚はなかった。だがそうと分かった途端、あれは人が変わったように暴れて。うろ、神がかり、トランス状態。久遠寺家をかつて繁栄させた神通力の正体だ。あなた方は巫女の家系なのですね。だがそれだけじゃない。ち、久遠寺の地には、久遠寺家の男児は決して呪いやたたりの申し子ではありません。話してもよろしいですね。奥様が恐れていたのは生まれつき頭部のない子。この国の因習に虐げられてきた哀れな赤子が生まれることだったのでしょう。
カエルの顔の赤ん坊、うん、子供を下ろせとあなた方は迫った。ガリオコさんは納得せず、あの書庫で。無言こう石やめてくれ。涼子さんは錯乱した、獣のようになり、今度は病院にいた赤ん坊をさらった。さながら岸本人の全身仮定物ごとく。岸本人は本来仮定物といってインドの鬼神の妻なんだ。彼女には驚くことに500人も子供がいた。それなのに毎日他人の子供をとっちゃ食いとっちゃ食いしてた。で仏様の登場だ。仏様は仮定物の子供の一人を奪って隠してしまった。仮定物は嘆き悲しんだ。子供をさらうことをやめ仏門に下って岸母人となった。まあ要するに母の愛を教えたってわけか、仏さんは。まそう思われがちだがね、僕は少々疑問を持ってる。そもそも仏様が愛なんて悟すわけだね。仏教は愛という観念は捨てるべきだと説いてる。愛すなわち執着と言い換えることができるからね。あらゆる執着を捨てることが唯一の解脱、如来へ至る道なんだ。だから僕はこう思う。仏様は仮定物に言い聞かせたのさ。子供に対する執着を捨てよとね。奥様、あなたとご主人は涼子さんから赤ん坊を奪い返したはずだ。何をしました？それから。殺した赤ちゃん、涼子の枕元。分からせたかったのよ。あんたの子供は死んだんだって。でないと涼子は何度でも何度でも。石で撃つのがしきたりだった。私だって、最初に授かった子を石で。同じ石で。狂乱の後、涼子さんは普通に戻った。だが時を経て再び、赤子誘拐事件が起こったのですね。一年半前に。あの男が現れたことが、地獄の始まりだった。この家を呪ってるのなら呪い返してやる。死ね、死ね。奥様、もっと早く気づくべき。